出張ホラーナイトの、調査ですね。まあ1個前じゃなくて2個前ですね。はい、反応だね。これも大量にね、現象入ってたみたいなんで、毎度恒例よく出るわ、ほんとにちゃんと入んだね。まず最初はバケトンの動画ですね。肌飛んでるな。1本目のやつだ。2分22秒ですね。声が聞こえます。声ね。振り向くと四つん這いのおばあさんが出るという噂があります。振り向くと四つん這いのおばあさんが出るという噂があります。どんどん言ってるよね。すごくない？とは触れたくなかったけど、めっちゃ言ってるよね。やばい、めちゃめちゃうるさいね、今。来ているんでしょう。うわ、また言ったね。ドン勝ち。ちょっとやばいね、今日増えたね。続いて9分10秒、また声ですね。声。これがさ、通れねえんだよ、これ。これがさ、通れねえんだよ、これ。これはさすがに、さすがにだって今じゃないか。俺っぽいっちゃ俺っぽいけど、なんか変だよ。9分22秒、すいませんみたいな。すいません、これやばいな。こんなさ、道を駆け分けてトンネル行くことある？トンネル行くことある？すいません、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 すいませんって言ってるよ。すいません、言ってる。これの直後トンネルに着くけどね、関係あんのかね、それが。あー、これ着く前か。まあこれおかしいですね。おかしい。だいぶやばい。このタイミングですいませんもありえない。2分33びっくりマークの前になんか言葉みたいなのが聞こえるみたいな。俺もやばい。もう一緒、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 もう一緒。後ろになんか男性の声。そうそう、男の男男男男。マジ？男の男の声。ほんとちょっと前だよ。T の後ろ。ほら。シッみたいな。カメラにめっちゃ聞こえる。やば。俺すげえな、見つけたの。まず指がおかしいから。え、これ効果音じゃない？え、違う違う違う。え、違う。効果音じゃない？え、違うの？効果音じゃなくて、俺これに注目してって入れたもん。やっぱ俺もやばい。もう一緒、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 もう一緒。ピーっていうのはトンネルで起きたこと。やばすぎた。まあ、機械音。電子音みたいな。これがトンネルでするのもおかしいし、その裏側のこの声も意味わかんないし、きつい。でもあれだよね、恭平は聞こえたわけでしょ、だって。口笛が、この時。そうそう、口笛が聞こえた。こんな機械音じゃなかったけど。いろいろとおかしいよな。だからなんか共通してるんですかね。うん、あるんじゃない。4分24足音みたいな音がする。足音、うわっ、恐怖やばい。全然違う。後ろ振り向いちゃいけないって。俺後ろ振り向いちゃいけない、後ろ振り向いちゃいけない。おお、分かって、ちゃんとすんね。めっちゃするじゃん。え、硬い靴よね、隠れてくるとかね。俺らノイズにね、結構気取られがちだったけど、よう聞いたらすごいな。でもこの時あれやね、なんか後ろから遅れて足音聞こえるって言ってたもん。そうそうそう。ああ、言ってた言ってた言ってた。足音。そうじゃん。それとは靴の処理が違うような気がすんだよ。だから音がやばいよ。その時の足音じゃないもんね。この動画結構多いっすね。おお、そうなんだ。まだあります。マジで多いな。旗トンネルやばいもん。6分5秒で謎の影が出てくる。影？影。その上上上上。上、目二つで、それ口、これ口。待って、どっから出てる。え、やってね、これ多分あれ、俺の手なんだけどさ、俺の手であそこは映る。いや、まず角度あってそう、上向いてる。おかしいでしょ、上にあるじゃん。角度下の、えぐ、何この伸びてくの。え、マジ悪い。その角度からやったら多分トンネルの上らにいると思うでしょ。そう、上だよね。リボンでこの位置でここだから、全然リボンよりでかくないと。ええ、これ肝ない。結構上、上、目二つで、それ口。どんなの、刺激気持ち悪いよ、これ。やば、影は怖いな。初めてだ、あれ。新しい。まあ、影なら、まあ、一緒に出ないと、比例しないとおかしい。え、待って、じゃあさ、俺の影がないのも怖くない？
確かに。俺の影まず変わってるってことじゃん。だってもうリボンの背中が映ってんだよ影。確かに。じゃあもう俺映るやん。これ出てないのに、ここから来る。見えない。いや、意味わかんない。これはちょっと霊障っぽいですね。これやばいな。7分56にもあります。笑い声です。笑い声、やばい。なんで一番危ねえ格好で足やってるやつがサンダルって言ってるやつがサンダルって言ってるやつがサンダルって変な笑いみたいなのが聞こえた。好きじゃねこれ。すごいっすね。どのタイミングの笑い好き。まあこれはさつきでもいいとして、うん、なんかその前に女の普通に声入ってる。女の声、え、マジで。うん、54ぐらいか。足やってるやつがなんで一番あ、違う。おー、言ってる。うん、か笑いなんだ、ため息なんだかよくわかんない。日本一のトンネルだわ。やばいっすね。続いてハイソンですね。はい、夏の SSS のとこ、28秒ですね。なんか声めっちゃ聞こえますこれ。ドゥ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 って歌ってる人がいる。メンバーじゃない誰か。マジで。ガチと。あの時間がやってまいりました。やってきました。今回はやってきました。今回やってきました。今回一箇所目。なんだなんだなんだ。何これ何これ誰だ誰。音程一緒だな。めっちゃ変。すごいね。なんだけどんどんすんだよ。もうやばいよ。もう来てるやだ。続いて1分25秒。開幕から不気味な感じですけどね。恐怖。いや、助けを呼べない。すげえ。この村へ。すげえ。すげえ。どういう声。めっちゃ気持ち悪いやつ。これは誰でもないな、声は。ちょっと似てるよね、一発目だと。やってきました。今回は、すげえ。3分5にもあります。できない。前回のさ、あのトンネルよりな雰囲気違うがトンネルよりな雰囲気違うがトンネルよりな雰囲気違うがおーあーみたいな。あー聞こえてみたいな。苦しんでる感じだから。これザ・レイみたいな。デフォルトのレイみたいな。しっかりですよね。これターボ説もある。俺かこれ。前回のさ、あのトンネルよりな雰囲気違うが俺こんな気持ち悪いのこれ。そうだよ。まああまりにも現象多いんで別にそれはターボでいいか。俺です。はい、ターボに譲ろ。よしとしましょう。はい、8分10秒ですね。はい、なんか指みたいのが右に映って。そしたらもうキャンプの最終盤じゃん。えいなかったよ、俺の左に。誰もこういう感じじゃない。なんで京平がこう取ってるってことは絶対右にしかメンバーいないもん。ちょうどここら辺はね、赤ちゃんの声が聞こえたかもしれない。不思議です。うん、早く来いよみたいな感じだよね。現象であることは間違いなさそう。最後ですね。はい、はい、絶対に見てはいけないハイソン。まあハイソンの後編ですね。バニューダ村のモデルじゃなくて1個前のハイソンです、ね。うん、初めて行った。そうね。4分32とかで女のかすれ声だな。そうですよ。ため息じゃないよ。え、何だって。何、意味がわからん。聞こえるでしょ。聞こえる聞こえるよ。めっちゃ聞こえる。あれは BGM ではない。気持ち悪いね、これは。風みたいな。これもう映んないんね。なんか同じタイミングでね。そう。あ、ほんとだ。息も聞こえるね。長い。深呼吸すぎる息が同じタイミングでかかってる。そう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 。もうやばかったもんだって、この時現場さ。すごかったじゃん、だって。この動画まだやばいのが。まだ？これが最後ですね。写真なんですけど。もういいねがね、1300以上ついてます。いろんな人に見えていたという。こちら。顔みたいなのが映り込んで。おおおお。え、顔じゃん。え、顔じゃん。え、え、なに、やば。え、やばくね。気持ち悪い。マジで。これ顔面やん、もう。え、小玉みたいな感じ。そう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 。がっつり鼻もある。え、怖い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 。キモ。やば。てか待って、映るの。口もなんだよ、よく見たら。うわ、本当だ。やば。ちゃんとなんか目がめっちゃ黒で。え、もう顔しか見えない。顔顔。いやいやいや。嘆いてる感じの顔だよね。逆に顔じゃなかったらこれ何なのって話。確かに心霊写真のクオリティやばそう。やばいね普通に。てかなんか目のとこさ、こうなんかなんか線そのあれそうなんか黒い涙みたいな。そう、怨念が強そうな気がする。なんか
まあ以上が、前前回ドアがもうしっきりなしに、もうそろそろ早めに切り上げよう。もう以上が前々回の出張ホラーナイトで、僕たちが気づかなくて調査班の方から教えてもらった動画となります。はい、はい、はい、ちょっとえぐいな。えぐいですね。ちゃんとレートに沿って入ってる、うん、間違いないね。先生さんということで、じゃあ1個前の出張ホラーナイトですね。あっちでも多分大量の現象続々と意見来てますので、はい、2020年もホラーナイトを楽しみにしていてください。はい、お願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ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 。まあ、ある本屋さんに行きまして、清掃クリーナー、その方が吹き終わったぐらいにブイーンって横から聞こえてきたんですよ。またブイーンブイーンずっと、その鏡越しに1個目のトイレがもう映ってるわけですよ。うん、もう反射的に鏡見ちゃったんですって、うん、そしたらやっぱその女性が、いや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 い